TBM700、TBM850、TBM900、TBM900、ソカタ TBM700 はフランスのダイヤ、ソカタが生産する軽量機で高性能な単発ターボプロップエンジンを備えビジネス機や汎用機として用いられる。この機は TBM850、ダイヤ TBM900.910930 とシリーズ化されている。元々は アメリカのムーニーとフランスの軽量機メーカーであるソカタが共同開発した機体である。TEBM シリーズの開発は、ムーニーが1980年代初頭に開発した比較的低出力で小型のプロトタイプであるムーニー301を起源としている。ムーニーがフランスのオーナーに買収された後、ムーニーとソカタは初期の301から派生する。 新しい大型ダーボプロップ機を共同開発する可能性を検討した。その結果、検討した機体を開発生産するための合弁事業が結成され、その機体は TBM700 と命名された。当初からスピードや高度、信頼性の開発に重点が置かれた。1990年の市場投入時点では量産される最初の高性能な単発機であると、 特徴付けられた。市場投入後間もなく TBM700 は成功を収め、多様な派生機や改良モデルの生産へとつながった。その際は、より出力の高いエンジンや、新しい航空電子機器の搭載がしばしば行われた。TBM850 は、フラットホイットニーの単発エンジン PT6A-66D を動力とする改良機。 TBM700N の商品名として使われた。2014年3月、TBM700N を空力面で改良した TBM900 が発表された。1980年代初頭、テキサス州カービルにあるムーニーが360馬力の出力を持つ単発のピストンエンジンを動力とし、6人乗りの余圧型軽量機を開発した。その機体は、 ムーニー301と名付けられた。1983年4月7日、301のプロトタイプが初飛行を行った。1985年、ムーニーは301のさらなる開発に興味を持ったフランス人に買収された。フランスの軽量機メーカーであるソカタは買収の際、高速な人員輸送や軽量貨物輸送に、 最適化された単発機市場が手つかずであることに気づいており、ピストンエンジンの301は、このニッチを満たす潜在的な出発点だと考えていた。それゆえ、ムーニーとソカタの間でターボプロップを動力とする301の派生機の生産に関する対話がすぐに始まった。この議論から生まれた製品は、新デザインで TBM700 と名付けられ、 エンジン出力が2倍以上になるものの、元の301よりもかなり重くなった。名前にある TBM という接盗語は、ソカタが所在するフランスの都市、タルブを表す TB と、ムーニーを表す M という頭文字に由来する。構想時点で、いくつかの航空機メーカーが、同様の機体開発を研究、検討していたが、構想されていた TBM700 は量産に入る、 最初の高性能な単発機であった。当初から TBM700 と同クラスの中で比類なき速度や高度、高信頼性を目指すという開発の重要な性能基準が明確にされていた。TBM700 結果として1987年6月に TBM700 の設計を完成させ生産を行うために、 TBM インターナショナルという合弁事業が結成された。合弁事業の所有権は、ソカタの親会社であるアエロスパシアルとムーニーとの間で分け合われた。TBM700 の生産ラインは、独立した二つが計画された。一つは、テキサス州カービルのムーニーの施設にあり、アメリカ市場へ供給することを狙っていた。もう一つは、フランス。 タルブのソカタの施設にあり、アメリカ以外の全世界へ供給することを狙っていた。しかし80年代後半から90年代前半にかけてムーニーは恒常的な資金不足に苦しんでいた。その結果、1991年5月、ムーニーは合弁事業からの撤退を選び、ソカタがこの計画の主企業となった。1988年7月14日、 TEBM700 の最初のプロトタイプが初飛行を行った。飛行試験は目指した開発目標のほぼすべてが達成されたことを証明し、生産開始に向けた素早い進展につながった。1990年1月31日にフランス当局から形式証明を受け、続いて8月28日に FAA からも形式証明を受けた。 1990年初頭に TBM700 の最初の引き渡しが行われた。最初の生産単位である50機は早期に売り切れた。運用者やパイロットからの初期のフィードバックは新型機の能力について概ね好意的であり、同系機と比べた速度や大きな出力マージンを称賛していた。t m b 7 0は良い機体であると市場で急速に評判を博したものの、素方が 同期に提供するサービスや施設は初期の弱点であった。顧客は補修部品を入手したりサービスを受けたりするためにたびたび長期間待たされた。ソカタは効果的なサポートインフラが非常に重要であることを認識しており、同景機への世界規模のサポートを改善するために多額の投資を決断した。ソカタは他社とパートナーシップ協定を結んだり、 第三者に任せたりするのではなく、自ら施設を充実させた。ソカタは TBM700 の販売とアフターサービスの両方を担える販売店ネットワークを築くとともに、フロリダ州にサービスセンターを開設した。その結果、90年代後半には、北米市場での同期の売り上げは劇的に上昇した。早い時期から TBM700 は様々な構成やモデルが、 利用可能であった。TBM700C には最大で陸重量を 2984kg から 3354kg へ増大させた。これにより運用者は重量制限による燃料と搭乗人数のトレードオフを考えずに燃料満載かつ最大搭乗人数で飛ぶことが可能になった。このモデルに加えられた改良には 後部の圧力隔壁への荷物室の追加、翼と着陸装置の強化、重量がより重い際の早められた、失速速度に対応する最大 20G の衝撃耐性がある座席の認証がある。同じ頃、ソカタは乗客の快適さを改善する新たな統合型環境制御システムの採用と、インテリアを取り付けや仕上げの両面で再設計することを決断した。 着陸体制の TBM850TBM850 は、フラットホイット2製の単発エンジン PT6A-66D を動力とする改良機 TBM700N の商品名である。このエンジンの定格出力は850馬力である。離着陸時は700馬力に制限されているが、巡航飛行時は850馬力まで増大できる。この出力余裕によって、 t b m 七百よりも速い巡航速度、特に低画出力による高高度での巡航速度を実現している。t b m 八百五十の外観は標準仕様の t b m 七百と類似している。t b m 八百五十は特徴となる二二千八百十キロメートルの航続距離を持っている。t b m 八百五十は二千八年モデルから統合型フライトデッキのガーミン g 1を 標準装備にしている。2014年 TBM-900 という名の改良機が導入された。それには自社設計のウィングレット、再設計した旧機構、ハーツエル製の5枚バネプロペラの装備など26もの改良がなされた。全部や左翼先端下部にシャープなストレーキを採用したことにより、初期の TBM シリーズに比べて失速特性を改善した。また、 空気抵抗軽減のために、主着陸装置のドアや、テールコーンとエンジンナセルの形態修正など、エクステリアの小さな変更が複数なされた。TBM850 と比べて、TBM900 は、巡航速度が時速 26km 速く、燃料消費が少なく、必要滑走路長が短く、上昇速度が速く、内部外部ともに騒音がかなり低減した。これらは主に、 以前の TBM モデルにあったィリーク時の700馬力制限を廃止したことによる。これにより PT6A-66D エンジンの850馬力の出力を常に利用できるようになった。推進力を増やすために作り変えられた排気筒とトルクやラム回収を上げる効率的な吸気口の組み合わせが機体をより早く飛ばすことを可能にした。TBM-900 は スピードの速さにより他の軽量機と効果的に競合できる。TBM-900 は600回りの飛行でセスナサイテーションマスタングよりも速く飛べ、かつ燃料消費は26%少なかった。着陸直後の TBM-900TBM-850 のコックピット。ガーミン G1000 グラスコックピット6座席仕様の TBM-850。シートは ファブリック仕様素型 TBM は単発のターボプロップを動力とする低翼端容器で最大7人が座れる。主にアルミニウムと鉄でできているが、ビブの表面はノーメックスハニカムでできている。翼は失速速度を低下させることに効果があるファウラーフラップを備えており、それは後円フラップの幅の80%を占めている。TBM700 は 収納できる三輪式着陸装置を備えており、新しいモデルでは、主着陸装置のホイールとタイヤを強化している。t b m 9 0 0は、いわゆる、セットフォーゲット出力管理のためのトルク、自動抑制機能を備えている。この機能は、PT-6A エンジンの管理に伴う、高負荷を減らすものであるが、完全なファデックではない。t b m のコックピットデザインは、 使い勝手が良く、できるだけ操縦が複雑にならないことを目指している。自動式燃料セレクターは、パイロットの利便性のために、飛行中の燃料バランスが維持されるように定期的に燃料タンクを切り替えてくれる。また、燃料タンクの手動操作もできるように、燃料残量警告システムが監視する機能も残っている。氷結防止システムはかなり自動化されており、フロントガラスは、 電気的に熱せられ、吸気口はエンジンの排熱で温められ、除氷機能は一度起動させると自動で周期的に稼働する。電気制御のフラップは非対称に展開することを防ぐため、洗練されたフラップ反転防止システムにより監視されている。エアデータコンピュータは正しい待機速度や風速、現在の外気温や高度に基づく水力の助言情報など、 パイロットをサポートするために様々な数値を計算してくれる。プラットホイット2製の PT6A-64 エンジンは最大700馬力の推力がある。このエンジンが TBM700 の性能の秘訣になっている。エンジンは海面くらいで最大1583馬力の推力を発生できるが初期の TBM モデルでは 意図的に700馬力に抑制している。この抑制により、高度7620メートルでも700馬力を維持できる。エンジンの信頼性と想定寿命は、この抑制のおかげで伸びている。エンジンの典型的なオーバーホールは3000時間ごととされているが、エンジン状態監視システムが自動的に記録する様々な変数情報に基づいて、 定期的な点検補修も行われる。この監視システムのデータは、摩耗率と点検やオーバーホールの必要性をエンジン製造者が判断するためにも用いられる。また、エアデータコンピュータともつながっており、パイロットによる水力管理を容易にするための情報も提供している。TBM のコックピットは、二人の乗務員が座れるようになっている。コックピットは、 標準構成でも多くの電子機器や装備を備えている。それには、電子飛行計器システムや、空中衝突防止装置、地形認識警報装置、気象レーダー、雷検知機、二つのガーミン GNS530、ナビゲーションシステム、通信システム、坊主のヘッドセット、二つのトランスポンダとコンパスがあり、両座席ともに計器をフル装備している。パイロットは、 メインキャビンからと、翼の前方左側面にあるパイロット用の小さなドアからとの双方からコックピットに入れる。貨物機使用の場合、パイロットドアがあるおかげで、パイロットは貨物室の積み荷をよじ登って、コックピットに入る必要がない。パイロットドアはオプションで、すべてのモデルに装備できるわけではない。TBM700 バイト以降のモデルは、大型のキャビンドアが導入され、 あとのモデルからは標準装備になった。TBM-900 はコックピットの人間工学的な改善を特徴としており、シンプルさと自動化が改善している。新しい一つの水力レバーが水力とプロペラ、コンディションレバーの制御を統合している。以前は、頭上パネルにあった多くのスイッチやつまみが取り除かれた。電気系統は一つの主発電機で動かされており、 ベルト駆動のオルタネーターが補助している。TBM-900 では電気的な負荷分散の変更により、ガーミン G1000 のグラスコックピットはバッテリーのスイッチオンに同調して少ない電力で起動できる。ガーミン G1000 はアップグレードされたディスプレイを持ち、リサの気温偏差表示、統合型気象レーダー、多機能ディスプレイによる地図、着陸地標高の予圧制御装置への 自動入力などの機能を持っている。乗客の環境面では TBM の余圧型キャビンは上質な比較や木材が用いられることもある高級仕上げのインテリアにふさわしい機能である。座席は最大 20G の衝撃耐性があると認証されている。TBM850 以降のモデルでは空調環境制御システムがキャビンに集約され従来のモデルよりも簡単で 調整の手間が減っている。TBM-900 のキャビンは巡航高度において前のモデルよりも非常に静かになっている。これは新しい5枚バネプロペラの採用とエンジンと機体フレームを隔離したことによる振動軽減のおかげである。後年のモデルでは機体の美しさを高めるためと離陸時のような高務改革で飛ぶ際の空気抵抗を軽減するために ソカタが開発したウィングレットを備えている。TBM-900 は TBM の前方部分の気流シミュレーションに基づいて、ハーツェルが最適化した5枚バネのプロペラを採用している。ソカタによると、MT プロペラのものではなくハーツェルを採用したのは、巡航速度が5時速 9km 速くなるからで、あった。TBM-850 の後部ドア6座席仕様の TBM-850。 シートは、革仕様5枚バネのプロペラを持つ TBM-9002016 年末時点で、TBM は飛行時間の合計が140万時間に達し、822機が生産された。フランス空軍の TBM-700、翼の後部に小さなドアがある。TBM は、エアタクシーやチャーター便などの法人ユーザーのほか、個人のプライベート機としても使用されている。 フランス TBM850 のインテリア例、展示される TBM700TBM のデータによる。概要性能 AB、ダターでリバーズ54エアクラフトイン2016、アンドプリペアーズ、A ニューフライトデッキフォーザ TBM900 バージョン。ダター、16ジャニュアリー2017、AB2017 パーチェス。 プラニングハンドブック P89AB、マクレラン、エイプリル2003、P65、ドゥーダン、リック、ダター、サコタレビールズニュー TBM900、アベウェブ、ABCDEFG シンプソン、ロブ、TBM850、イーズ・サコタチャレンジズ・ザ・ベリー・ライト・ジェッツ、エア・インターナショナル、フェブラリー2006、ボリューム70、ナンバー2、ピアニッシモ、28から31、 ピアニッシモ、28から29。テイラー、1988。P441。マクレラン、エープリル2003。ピアニッシモ、65から66。ABCDEF。マクレラン、エープリル2003。P66。AB テイラー、1988。P135。マクレラン、エープリル2003。ピアニッシモ、66から67。ABCD。 マクレラン、エイプリル2003、P67、イーズ・サコタ・アンベイルズ・ザ・2008、TBM850。トブ、エアーバス、17ジャニュアリー2008、AB、ダター、サコタ・レビールズ・ザ・ TBM900 ベリー、ファーストターボプロップ・エアクラフト、トブ、ダター、12マーチ2014、ABCDEF ・ジョージ、フレット・パイロット・レポート、ダター、サコタ・ TBM900。 アビエーションウィーク、22名2014。マクレラン、エイプリル2003。ピアニッシモ、66から68。A.B. ジャクソン、2003。P150。A.B.C.D. マクレラン、エイプリル2003。P68。サースフィールド、ケイト、エアロ2012。ダター、サコタメイクス TBM850& エリート。フライトグローブル、J. マックマクレラン、TBM900。 スポーツアビエーション76ベアートレディ、ポールダタアンベールズザ TBM910 アベベブグレーディメミアリーダタアッツ TBM932 ダボプロップラインアベベブグレーディメミアリーアップデート TBM930 ナウンディスプレイ t 3エノファンアベベブエイビークレーグホイルワールドエアホーセスディレクトリー2017 フライトグローブル、マット、フラゲンハイマー、オールコアボード、プレーンダイアズイットクラッシャス、オンアニ・インターステート・イニュージャージー、ザ、ニューヨーク・タイムズ、NTSB ・アイデンティフィケーション、エラ 12FA115、NTSB ・ボテリ、グレッグ、パイロット・オブ・アンディスパンジブ、プレーン・アスクド・ツー・デ・センド・ビフォー・コンタクト・ロスト、CNN.com、ワイット・フィールド、ミミ、チャールズ、 ジャックリーン、ジャマイカ、ファインズ、歴史オブランナウェイプレーン、ザ、マイアミヘラルド、運輸安全委員会、奈良県山添村に墜落した、TBM-700 の事故原因の調査開始、フライチーム、2017年8月15日、TBM-900 スペシフィケーションズプライスリスト2016、TBM、マーチ2016、トップオブザライン T プロップ、 アオパパイロット、エアクラフトオーナーズパイロッツアソシエーション、ジャニュアリー2012。ありがとうございます。